はいこんにちはレトスの小野です本日は早速3問に入っていきます AB 間で土地の売買契約をした期日になっても飼い主 A は売り主 B に対して代金を支払わないため売り主 B も期日に土地の引き渡しをしませんでしたこの場合代金を支払わなかった A 飼い主 A は履行地帯となる。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはツですね。A の代金支払い債務と B の土地の引き渡し債務。これは同時履行の関係になっています。つまり、飼い主 A は同時履行の公弁権があるため、履行期を経過しても履行地帯の責任は生じません。したがってツなんですね。 で同時利行の更弁権同時利行の関係これどういったものかこれイメージするとすごく簡単なんですねあなたがスーパーで商品を買うとしますその場合お金を払って商品を受け取りますよねあなたがお金を払う行為とスーパーが商品を引き渡す行為っていうのは同時に行われますつまりあなたがお金を払わなければスーパーは商品を引き渡しませんよって主張することができるんですね このスーパーの引き渡さない権利、商品を引き渡さない権利を同時利行の公弁権と言います。で、今回の問題もこれと同様なんですね。売り主 B が期日になっても土地の引き渡しをしなかったということなので、飼い主 A さんは代金を支払いませんって主張することができるから、飼い主 A は同時利行の公弁権を主張できる。従って、利行地帯にはならないんですね。つまり約束を守っていませんよねって遅れてますよねってならないんですよ。 もし売り主 B さんが土地の引き渡しをしてしまったとか別の理由がなければ飼い主 A っていうのは利口地帯になりませんよって答えはツになるということですで問い2です法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合当該法人は免許を受けることができないが刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる丸か×かという問題です これ答えですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても免許の欠格には当たらないんですねつまり5年を待たずに免許を受けることができます役員とか支店長などの政令使用人政令で定める使用人が宅検業法違反だったりとか暴力行為これによって罰金刑に処せられた場合というのは免許の欠格に該当するんですね したがって、その法人も、刑の執行後5年を経過しなければ、免許を受けることができないです。まあ、しかし、今回っていうのは、宅建業法違反とか暴力行為ではなくて、私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので、結核には当たらないから、5年を待たずに免許を受けることができる。よって、罰になるということになります。で、これ、間違いやすい部分なんで、あの、個別指導では動画を使って解説します。あの、動画を使って、まあ、細かく解説するってことですね。 なので、受講者様は、受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問い3ですね。土地区画整理組合が仮勘地を指定した場合において、当該処分によって使用しまたは収益することができるもののなくなった従前の宅地については、勘地処分の広告がある日までは、当該宅地の損する市町村がこれを管理する、丸か×かという問題です。 答えはですね。仮勘地の指定により使用収益することができるものがなくなった従前の宅地っていうのは誰が管理するかというと施工者が管理すするんですね。仮勘地の指定の効力の発生日から勘地処分の広告がある日までは施工者が管理します。今回の問題で言うと土地区画整理組合が施工者なのでこの土地区画整理組合が管理するわけです。 市町村が管理するわけではありませんので、バツになるということです。理解学習こそ、宅検合格の秘訣です。一緒に理解学習を実践して、来年絶対合格しましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。え個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。